はい、こんにちは、タカです。この間ね、ちょっとノート見つけたんですけども、ちょっとロディアと似た雰囲気があるノートですが、これね、セブンイレブンで売ってたノートなんですよ。よいしょ。セブンイレブンでね、300いくらだったかな、400円しなかったと思うんですけど、これ隣ロディア、まあ、サイズはちょっと、セブンイレブンの方が小さいかな。うん、ちょっとちっちゃい。でね、これ黒曜のノートなんですかね。黒曜って書いてますね。うん、肌触りはいいです。手触り、うん、そうだな、なんか印象としてはロディアよりもつるっとしてるかな。うん、紙の厚みはね、ロディアの方がちょっと厚い、厚手かな、うん、っていう感じしますね。あ、ちなみにロディアは裏も、この方眼はね、裏も方眼ですけど、セブンイレブンの方は裏は方眼じゃないです。表だけね。うん、まあでもちょっと安い、ロディア買うよりもね、安いから、嗅ぎ心地がどうかっていうところですけどね。うん、少しひょっとしたら使えるかも、ロディアの代わりになるのかどうかね、どうでしょう。ちょっとまあ書いてみましょう。はい、パイロットのカスタムヘリテージ912フォルカンで試してみたいと思います。うん、書き心地いいと思いますね。うんうんうん、なかなか滑りがいい。うん、裏抜けもないですよね。うん、おお、なるほど。ちょっとロディア、thank you。
うん、ロディアの書き心地はいいですね。まあロディアも当然裏抜けなし、うん。あ、でもね、セブンのこのノート、うん、結構いいかもしれない。うん、それなりに紙が滑らかなんで書きやすいです。値段は400円しない、確かね、400円しなかったんで370円ぐらいだったような気がするんですけどね。うん、まあそれぐらいかな。で、裏抜けないし、これ何枚入ってんのかな、これはね100枚、うん、紙は100枚ロディアの方は80かな、80枚だったかなと思うんですけどね。だからセブンの方が20枚多くて、で300いくら、まあ400円しないぐらいで、で、まあ書きやすい。うん、ただね、僕の行ったセブンイレブンは方眼しかなかったですね。これで無地があったら結構自由にね、お絵描きするとかそういうのに最適かもしれないってちょっと思いましたけど、うん、でも方眼好きの人にとってはこれいいかもしれないですね。で、まあシンプルな表紙なんで、うん、ね、持ち歩くのもいいかも。ちょっとセブンイレブンのねところで、お近くのセブンイレブンでぜひぜひチェックしてみてください。これね、なかなか、うん、個人的には買ってよかったかもしれない。ちょっと気楽に使えるの、まあ気楽に使えると言ってもノートで400円以下っていうのは決して安くないね。安くはない。ただ書きやすさを求めたらそれぐらいの値段はしょうがないと思うんですけど、安くはないね、安くはない。なんかね、それはね、僕の感覚昔とはね、随分今変わってるなと思いますけど、100円、200円のノートっていうのも結構高いなっていう印象昔はあったけど、まあ今300円ぐらいだったら、書きやすいんだったら安いじゃんっていう、もうそんな感覚。500円以下だったら全然その書きやすさをね求めて、自分の納得いく書き味だったら500円はね安いっていうぐらいな感覚になってきてるんで、怖いですね、人の感覚って。うん、こうやってだんだん高いものに手を出すようになってくるんでしょうね。ねえ、まあとりあえずセブンイレブンのノート、結構おすすめです。ちょっとね使ってみてはいかがでしょうか。それでは。